アルバート・サルミはアメリカ合衆国の俳優。主にテレビドラマを中心に活動し、特に西部劇作品での活躍に対して、Western Heritage AwardのBronze Wranglerを受賞している1928年にニューヨークブルックリンでフィンランド移民であるSvanteとIdaのサルミー夫妻のもとに生まれる。家で両親はフィンランド語しか話さなかった。高校を卒業すると第二次世界大戦に従軍し、退役後、アクターズスタジオで演技を学び、舞台俳優となる。その後、ブロードウェイの舞台にも立つようになり、1955年初演のバスストップにボーデッカー役で出演し、成功を収める。1950年代半ばからテレビドラマに出演するようになる一方、1958年にカラマゾフの兄弟で映画デビュー。本作と無頼の軍の2作品での演技により、同年のナショナルボード・オブ・レビュー賞で助演男優賞を受賞する。その後はテレビドラマを中心に活動し、特に西部劇作品での活躍が評価され、1967年にはウエスタンヘリテージアワードのブロンズ・ラングラーを受賞している。生涯で2回結婚している。最初の妻は元子役スターのペギー・アン・ガーナーで、1956年に結婚し、娘キャサリン・アン・サルミが生まれるが、1963年に離婚する。なお、娘キャサリンは1995年に38歳で、心臓病により死去している。2番目の妻、ロバータ・ポロックとは1964年に結婚し、2子を設ける。そのうちの一人、娘のジェニファー・サルミは女優である。俳優としては悪役などこわもての役柄を演じることが多かったが、本人は物静かな家族思いの人物で、ハリウッドの派手な生活を嫌い、晩年は妻と暮らしていたワシントン州スポケーンで俳優の育成を行っていた。1990年4月、サルミと妻、ロバータが自宅で死んでいるのが発見される。二人は当時別居中で、自宅には妻が一人で暮らしていた。サルミは深刻なうつ病を患っており、妻を射殺後、自ら拳銃自殺したものと見られている。ありがとうございます。